はい、どうもこんにちは。フーズフューチャーディレクターのジュージン・ヤマティです。今回は礼文島を離れて利尻島にやってまいりました。このゴリラ岩すごいですね。登っちゃいましたよ。昆布で有名な利尻島ですけども、それ以外にも魅力がたくさんあるところです。なかなか面白いネーミングのお店ですね。はい、こちら中華料理屋さん、すごく美味しかったですよ。どんな旅なんでしょうね。それではご覧ください、どうぞ。はい、利尻島はこちらになります。だいたい礼文島からは19キロというところですね。今回礼文島からフェリーで利尻島に向かっています。だんだん見えてきました。こちら有名なゴリラ山、ゴリラの岩っていうのかな。ほんとゴリラっすよこれ。面白いですね。先ほどのところはペシ岬と言います。ちょっと今からあのゴリラに登ってきましょう。すごいね、あれゴリラ岩って。本当にゴリラだよ、びっくりした。登る途中にですね、会津藩士のお墓がありました。1808年、ロシアからの襲撃に備えて蝦夷地の防備の命を受けた会津藩は、およそ1600名の藩士を蝦夷地に送り込みます。利尻島には250人目の藩士が駐屯したと言われています。警備中に多くの藩士が病死や樺太警備の帰路で起きた海難事故で亡くなってしまいました。利尻島には会津藩士のお墓が3箇所あります。ちょっと石が多いっすね。さっきまで寒かったけど、やっぱり山登り始めると体が熱くなってきますね。この中 T シャツ1枚なんですけど、半袖の。でもやっぱり山登るとちょうどいいですね。ちなみに今10度ぐらいあるそうですけど、結構風が冷たいんで、体感的にはまあ寒く感じますよ。はあ、ちょっと行ってきます。ゴリラ制圧していきましょう。こうやって船の無事を祈るんでしょうね。いや、なんとも心温まる、そんな感じがしました。さあ、登って登って、こちらが頂上です。どうでしょう、利尻富士もまた綺麗ですけどね。礼文島もこちらから見えますが、なかなかいい景色でした。ちょっとね、曇っていたのが残念でしたけど、まあ絶景かな、絶景かなって感じです。街中を歩いてみます。佐藤くん、ジョイフルショップ with リキュアって、これはちょっと覗いてみたいなと思います。まあやっぱりお酒結構売ってるのと、あと文房具とかも売ってましたね。店内に入りましたけど、あの中は撮影しませんでしたので、はい、ここからの景色で勘弁してください。まあ普通に礼文島よりもお店が多いなという印象ですね。僕の大好きなセイコーマートは利尻島にもあります。これからご飯食べ、はい、夜になりました。ちょっとご飯食べに行きましょう。外結構ひんやりしてて寒いですね。こちら中華料理屋さんです。はい、エビとかね、野菜の入ったこの中華料理と、あとチャーハンですね。少し甘めの感じの味が美味しかったですね。
あとこの野菜とかが結構豪快なので、なんか食べ応えがありましたね。チャーハンも普通に美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。それではホテルに戻りまして、明日の準備をしたいなと思います。明日はまたいろいろな観光地に行くつもりですので、しっかりと体調を、管理して今日は寝たいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。